信なのか。おお、後ろ姿かっこいい。すごい、すごい、色が綺麗。動きが、おお、すごい、アニメーションが、おお、すごい、おお、あー、さらにこのバトルシーンも特別に公開。草タイプのスタージャは水タイプや地面タイプに対して有利。そして炎タイプのホカブは草タイプや氷タイプに有利に戦うことができる。さらに水タイプのミジュマルは炎タイプには強いが電気タイプには弱い。どのポケモンを選ぶかによって戦い方が変わってくる。さあ君ならどのポケモンを選ぶ。そんな一種地方の町の一つヒュンシティをちょこっと見せちゃおう。あ、これちょっと待って、奥行きがすごい。マジで、うわ、みんな喋ってる。あ、喋ってる。すげえ。あ、避けた。ぶつかったら避けてくれる。あ、避ける。そうですか。バラリーマン、バイバイ。やっぱ都会だけに人多くないですか。高層ビルが立ち並び多くの人が行き交うこの町でどんな物語が待ち受けているのか今から楽しみだ。映画もゲームもますます楽しみになるよ、ね。貴重な情報ばっかりでしたからね。よし、これからも最新情報を手に。